絶景すぎるな。すごっ。雲の上行けそうだな、なんか。標高1000メーターもないのにね。危ない。今のも前回登れなかったから成長だわ。ここはちょっと厳しい。え？行けてない。チキった。うわ、すごっ。でも今日ちょっと高いですね。高い？もっと低い時あるの？低い時目線の下に。すごいな。綺麗ですね。向こうの方って北方とか。そうです、あっち北方。こっちスカイバレー。それが無理だ。どうやってやんだそれ。ちょっと危ないとこね。あ、この体勢が多分一番怖い。嘘。撮ってる。今日猿いなかった。
確かに。キモ。ありがとう。また。いつもありがとう。まあ来週水曜日。うん。南ヶ丘で行ければ行くわ。はい。では。じゃあね。また。使ってくれてありがとう。じゃあねー。マウンテンバイクおもろ。朝から米沢の方で、最近よくね、今年入ってからよく自転車の練習付き合ってもらってる色川くんっていう、まあ、実業団の選手がいるんですけど、本業は、まあ、大学生でありながらオフロードマウンテンバイクとかシクロクロスがメインの子ですね。その大学生に揉んでもらってます。ありがたい、本当に。自分のトレーニングにならないのに。で、今日でマウンテンバイク生活4回目。マジでマウンテンバイクむずい。これ全トライアスリートに勧めたいわ、マウンテンバイクは。結構楽しいよ。楽しいし、転んで当たり前な世界だけど、おかげさまでこの間ね、猪苗代の方で自転マウンテンバイク乗ったら結構派手に吹っ飛んで、未だに3週間ぐらい経ってもまだ親指が曲がりきりません。親指が痛すぎます。まあそんなこんななんですけど、まあ、最近阿部は何をしていたのかというと、 YouTube も更新せず、まあなんか SNS もなんかだらだらなんか写真ばっか上げて、何やってるんだと、何をやってるんだって感じです。まあ選手の方は今一旦、で今はパラトライアスロンの方にちょっとサポートとして携わらせていただいたりとか、あとはあの福島の方でトライアスロンスクールのコーチをさせていただいたりとか、あとは、まあ、これは密かにですけど、カメラでの仕事をほんのちょっといただいてます。そんな感じで過ごしてますね。で、なんで最近マウンテンバイク乗ってるんだっつう話なんですけど、今日から2週間後にエクステラのレースに出るんですよ、私。エクステラっていうのは、まあ、スイム 1500m のでオフロードトレイルの20キロちょっとぐらいのやつで、ランニングがトレイルラン10キロみたいな感じのコースなんですけど、そういうトライアスロンがあるんですよ。で、そのレースに出るためにちょっとトレイルの練習をしなきゃいけないなってことで、まあ、近場にいる選手、オフロードの選手に揉んでもらってる次第でございます。で、直近で9月の18がエクステラ丸沼で、その次が10月の2日だったかな、栃木国体、福島県の代表として走らせていただきます、トライアスロンね、まあ、当たり前か。で、その後に10月の11日に日本選手権の方をもしかしたら走るかもしれません。まあ本当に今年は全然トレーニング、自分のトレーニングってしなくて、のらりくらりとトレーニング練習してるような感じなんですけど、だから本当全然体仕上がってないんですよ。77キロぐらいまで体重も増えたりして、ピーク時からは10キロ弱増えております。で、今やっとだんだん絞れてきて、今73キロくらいなんですけど、だから残り1ヶ月じっくりじっくり体を絞り込んでいって、まあビーフシチューのように、ビーフシチュー何を言ってるんだろうな。じっくりじっくり体を煮込んでいって、煮込んだらビーフシチューだ。
すみません、動画は途中で途切れてしまいました。はい、ということでじっくりじっくり体作っていっていきます。まあ、ぶっちゃけその付け焼き場のトレーニングって僕得意なんで、得意っていうか、残り1ヶ月しかないんですけど、1ヶ月ってその元々頑張ってトレーニングしてる人がパフォーマンスを向上させるっていうのは難しいんですよ。だから1ヶ月頑張ったからといって何かなるわけではないんですけど、まあ、ある程度能力があった選手が落ちてしまって、それを1ヶ月である程度引き上げるっていうのはすごい可能だと思うので、僕はそこに全力を注ぎたいと思います。なので近場の方、どうか阿部をトレーニングに誘ってやってくださいというような感じです。なのでこれから YouTube1 ヶ月間頑張ってトレーニング動画を上げていきたいと思います。てかちょっと道間違えたかもしれん、あれ知らないどこにいるなっていう報告動画とともに今日の動画は閉じさせていただきたいと思います。あ、でも今日この後ランニング走るし、夜もスイムレイ行くんで、まあ、それも動画にします。これになんか観光客向けで福島に住んでる人は別にいいかなっていう感じ。美味しそうなもんいっぱいあるけどね。福島に来た時はぜひ一度行きたい。